かさで書くと、最初から思い込みがないんで、その形を正確に書かざるを得ないんですね。普通にすると、サギって顔も丸くて、耳が長くて、足が可愛いとか、それを形にしちゃうんですね。だから意外とちゃんと観察できるんですね。